3組目です。 KTT の皆さんです。よろしくお願いします。私たちは仲良く多分やってます。
本当だよ。はい、なんか何も打ち合わせしてなかったんでどうしたらいいのかわからないけん、そんなわけで今日はなんかあのライブね、この6人でやるのは KTT としてやるのは初めてなので、どうぞなんかや柔らかくじゃなくてなんだっけ、生温かく見守ってください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速曲に行きましょうか。じゃあ最後の曲なんですけど、はい、皆さんもしかしたら知ってる方も多いんじゃないかなと思いますので、よかったら手拍子とか一緒に後ろについて歌ってもらったりとかしてもらえたら嬉しいです。聴いてください、ふわふわタイム。Thank you.
い私気になってたんですが、 KTT っていうのは何の略、はい、略ですか？略です。あのここにあるんですけど、コメダでティータイム。実は私たち、あの結成当初、私が入る前からももうすでにみんなコメダでいつも練習の前とか後にコメダでお茶をしてたりしてたので、それでコメダでティータイムっていうバンド名を、このメンバーで集まった時に何をしようか、文字ろうって言ってはい、それであの放課後ディータイムさんのパクリでパクリじゃないです、インスパイアで。そうですね、はい、あのちょっと感銘受けた感じではい、そうですね。なるほど、うん、そうなんですね、はい、この KTT は結成してどのくらいになるんですか？まだ半年ちょっとですね。はい、インターネットで集まったっていうことなんですが。そうなんです、なんか私が一番最後に入ったので詳しくは知らないんですけど実はだけど、なんかあのいろんなあのバンド掲示板みたいなとかで集まった仲間たちのようです。なるほど、はい、これからあのライブの予定とかは、ま、ありますか？それがないのですしょぼーんぜひじゃあやりましょう。はい、誘ってください。はい、うちのイベントにはまたぜひ出てください。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。 KTT の皆さんでした。ありがとうございます。